嬢のなんて言ったってアイドルやってみます、小泉今日子。なんて言ったってアイドル、なんて言ったってアイドル。チューリッププリンセス、頑張ります。赤いコンパンチブルかな、ドアを開けずに飛び降りて、右のスカート左で男の子たちの視線を釘付け、黒いサングラスかけてもプライバシーを隠してと、ちょっとくらいは誰かにそうよ私だと気づかなくちゃ。いやいや恋をするにはするけど、スキャンダルならノンサンキューイメージが大切よ、記憶正しく美しく。You are an idol, なんてたってアイドル、素敵なアイドル。You are an idol, アイドルはやめられない。Yeah, yeah, yeah, yeah. なんてたってアイドル、なんてたってアイドル。すごい、10年以上ぶりぐらいに歌いましたね、10年ぶりぐらい。イエイ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 。ちょっと生かしてたんけど、ミュージシャンと付き合ってても知らぬ残念と届けて、レバーナたちの煙舞いちゃうわ。ずっとこのままでいたい、年なんかは取りたくない、いつもみんなにキャーキャー言われ続けたい、楽しければいい。恋をするにはするけど、インタビューならのコメントマネージャーを通して、記憶正しく美しく。You are an idol, なんてたってアイドル、いつでもアイドル。You are an idol, アイドルはやめられない。Yeah, yeah, yeah, yeah. なんてたってアイドル、なんてたってアイドル、なんてたってアイドル、なんてたってアイドル。なんてたってアイドル、なんてたってアイドル、なんてたってアイドル。私が5歳ぐらいの曲だったんですね。なんかこれ私子供の時好きで、これなんか家でね、なんか歌ってた気がするんですね。そう、なんかな、私の一家ってカラオケ好きでして、なんかお家にカラオケマシンまで母が買っちゃってね、もう昔はでももうそのなんかディスク、大きななんかディスクを買って、その中の10曲ぐらい入ってて、それしかなかったので、この曲が入ってたかわかんないけれども、まあ、とにかくカラオケ好きな一家でして、よくカラオケに行ってて、まあ、父はそんなに好きじゃなかったかもしれないけど、結局、母が歌が好きだったんでしょうね。あと結構おじいちゃんとかも好きだったのかな、なので、
そんな感じでね、みんなで行ったり、家にもね、カラオケの機械を、その当時のだから、また今と全然違うと思うんですけども、大きなね、応接間にカラオケの機械まで母が買っちゃってっていう感じだったんですね。なので、私もやっぱり小さい頃からだから、歌が好きだったのかもしれないですね。で、この曲とかやっぱノリがいいから、なんか昔からちっちゃい時に気に入ってて、なんか私歌ってた気がして、でも、最近全然もう本当に20年ぶりぐらいに今歌ったし、カラオケでも大人になってから歌ってたっけっていう感じだったんですけれども、だからちょっとわからないところもあったんですけども、なんかノリはすごい思い出せて嬉しかったです。すごい楽しかったね。なんかマネージャーっていう言葉が出てきて思い出したんですけれども、仲良しの美熟女ちゃまが私のそのマネージャーに、ね、なれるとかね、なりたいみたいな感じのことまで言ってくれて、本当にすごい嬉しくってですね、本当になってくださいって、ね、ありがとうございますね。マネージャーになりたいとか広報になりたいとか本当に言ってくださって、応援してくださってる皆さん、美食女ちゃんたちも本当に嬉しくてですね、ありがとうございます。なんか本当この年にしても本当あくまでね、この YouTube の中で自分がこう勝手にやってることなんですけれども、最初そんなアラフォーアイドルとか言うつもりとか全くなかったんですけれども、なぜかね、ファンの方がついてくださって、応援してくださったり、女性のね、本当に、美熟女ちゃんとか、美熟女様とかにもすごい、応援していただけて、気に入っていただけて、本当に皆さんがそういうふうに言ってくれたから、なんか、アイドルっぽいことをなんかできるようになって、なんかそういうふうに、アイドルみたいな感じで、この年にして、やらせていただくことができるようになって、それをまたみんながね、受け入れてくれたおかげなんですけれどもね。なので本当嬉しいなと思って、なんかちょっと、この曲も、ずっと気になっていてやりたいなとは思ってたんですけども、まあ、今、満を持してやらせていただきました。ちょっとまた、わかんない箇所とか、あやふやなところがあったので、また聴いてみたいなって、思って、時々やらせていただきたいなっていうふうに思いました。ね、本当に、あくまで本当に YouTube の中でなんですけれども、アイドルみたいにさせていただいて、本当に、いろいろ、もちろんね、痛いとか、なんだとか思う人はいっぱいいると思うんですけれども、自分的になんか多分こういうのは、やってみたかったので、嬉しいなっていうふうに思っています。ね、今日もなんか、ね、顔が 見たいっていう人が多分多いと思うんですけども、全然ね、そんな、ね、ナチュラルな、アラフォーです。なんですけども、なんだろう、なんかね、顔、首から上はどうしたっていう、なんか変なコメントが来たんで、もうそこもうね、もうちょっと嫌だったんで、報告させてもらって、もう非表示になったと思うんですけどもね。なのでちょっとそういう批判的なかもよくわかんない、やっぱプライバシーを隠して私はやってるのでね、まあ、普通に見れば普通の人だったらそうわかると思うのでそういうなんかちょっとね、めんどくさいなって思うコメントとか嫌だなっていうコメントに関してはもうすぐに私が不快だなって感じたものに関しては速攻なんかもう報告したら非表示になって二度と私のところに書き込めなくなるみたいなのでそうさせていただいてるんですけれども、まあ、でも圧倒的に本当にお優しいコメントが多くてですね、すごい嬉しいなって思ってるのでね、この感じを受け入れてくださってる皆さん本当に改めてありがとうございます。ではまたちょっともう少し磨いてまたご披露できるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。